はい、どうもカズマンです。それではモンスターファーム2前回に続かれやっていきましょう。アーカイブ版ね。育成トレーニング、ちょっとこいつのな、なんて言うんかな、ちょっと回避とかやってみる。巨石よけ、うん、巨石よけ一番最初の週でなんかやった覚えあるけど、まあいいや。これ大成功したからそういうジンクスがあるでしょ。よけろい、うわー当たってる。まあやられとうやんか。まあ、大丈夫か、失敗しとるで。ちゃんとトレーニングしなかったよ。どうぞ、叱るよ。落ち込んじゃったみたいだね。うるせえ。落ち込むのは、お前が悪いんや。お前がちゃんとトレーニングしたらな。巨石よけじゃい。ん？なんて？じゃがいももどき？ん？あげようか？じゃがいももどきぐらいやって。お前まさかじゃがいももどき好きなんか？ちょっとさっきちゃんと呼んでなかったんで、なんとも言えないですけど、ちょっとじゃがいももどきあげていこうかな。まあ、安上がりやな。ほい、お、いいね。回避するね。ほい、2、おわっと。2とか、おわっと。みぞたんの餌は、じゃがいももどき。いやー、それは芋虫やからな。やっぱ穀物あげやんとな。はい、ちゃんと食べてね。お前、安上がりでええわ。ほんまに。よし。ストレス溜まってるみたいだね。気をつけてあげないと。最近ちょっと、ミドタンに厳しくしすぎじゃないかな。いや、こいつが失敗するから悪いね。ちょっと待ってよ。ちゃんと、あげるから。買う。夏味噌かな、これは。読み方。イエース。で、売るじゃない。売るじゃない。ショップ。じゃあ、ショップじゃない。ごめんなさい。申し訳ない。申し訳ない。使う、夏味噌。あ、これで OK だな。まあ、これでストレス、スーン、スーンって抜けていくやろ。よし。じゃあ、育成。どこかな、どこかな。やっぱこれかな。やっぱこれだね。プールで泳ぐみたいな。ちょっと語呂悪かった。お、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 流すな、流すと。お前、え、お前、え、お前、楽したやろ。成功みたいな。あったあった、こんな。ミドタンは、ミドタンたらトレーニング中ずるいしたよ。いや、まあ大丈夫や、ずるぐらいやったら誰もするや。ほっとしたみたいだね、みたいな。もうちょっと厳しく言いすぎた。ごめんな。そらずるしたくもならやろ。ミドタンはちょっと疲れてみたいだね。じゃあ休養しまーす。よっしゃ、休め。もう存分に休め。2日ぐらい大きいな。2日ぐらい。2日とかやりすぎやろ。ミドタンは元気だよ。いやー全然郵便とか何も来へんねんけど。じゃあプール行こうかな。相変わらず賢さ技ないやろ。そうか、モンスターデータ見ればいいんか。なんかあるか、うん、ほら、泳げ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 、おいねとうみたいな。うわーうわー、カラスみたいに鳴くな。お、ライフレベル上がった。やったねー。201か、なかなかあるじゃないか。ミドタンは元気みたいだよ。データ。モンスターデータ。普通普通。あー、力タイプしかないんか。なるほどなるほど。あ、了解した。じゃあ、力やっぱ上げなあかんねんな。力これやな。重り引きいくか。ちょっと待って。なんか言うた、今。ちょっと待って。重り引き。それじゃあ、トレーニング始め。はい。なんか、こう言う、選んだタイミングとあいつの叫んだタイミングが一緒やったから。ちょっと迷うてもうたね、俺。さあ、行け、登れ。おー、やるねえ、お前。お前、あれやな、クリスマスの日、大活躍するよな。うん、ソリで引っ張っていこうぜ、引っ張って。お、あ、そうか。日付、日付じゃない。月が変わったから。おー、なんか秋に近づいてきたね。ミノタンの餌はジャガイモと木と。はい、ちゃんと食べてね、じゃがいも。そういえば、俺の部屋にも、あれやで、じゃがいも結構あるで。なんか最近もらってきたから。カズマンさん、今月の終わりは公式戦だって、ミドタンの調子バッチリしとかなきゃね。ミドタンストレス、またストレス溜まってんの、お前。じゃあ、休ませるか。ちょっとストレス溜まりすぎやろ、お前。てか、セール来てくれよ。てか、修行のあれも、一個も来んから、強くならねえぜ、ミドタン。じゃあトレーニングや。ここかな、ここかな。回避下げてでも行くべきかな。
いやー、俺上がれ。なんかなんとなくこれ丸ボタン連打してたよ。おいおい、失敗したよお前。あー失敗した。ちゃんとトレーニングしなかった。まあまあ怒らんわ。まあたまにはな、たまには怒らんよ。た次成功せんかったらどうなるか覚えてるよな。したらトレーニング、まあ、とりあえずドミノ倒しやっとくか、簡単にね。ほら月へブフーみたいな。ほら行け、オーケー。ええよええよ、ミドタンええよ。力3、中途半端やな。よし、ねえ今週は今週検査だよ。よし、じゃあ行くか。総当たり戦6体行くか。この大会に出場するんだね。オッケー、行くぜ。バトル、久しぶりやな。久しぶりやな。ってか、もうモンスターファーム2自体久しぶりやから何とも言えへんけど。いやー、ここでね、勝てばね、お金がもらえるんだよね。修行に行くお金がもらえるんだよ。今、オフィシャルリーグ、グラウンド E みたいな。さあ、始まります。E グレード公式戦、明日のモンスターを目指す、明日のスターを目指す若きモンスターたちが今集結。公式戦いよいよスタートです。神々かもね。公式戦ちょっと緊張するな。でも頑張って優勝しようね。総当たりらしいですね。6体のミドタン、ハリキックス、ナッツ、あー、ユノムル、あー、オクレイマンとかね、結構強そうなやつが、うん、指示は出すよ。しゃあ頑張るぜ。操作どうやったかな。なんか相手との距離によっては出せる技があるんやな。うん、それは覚えとう。うわぁ、平均的に強え。これまずいんじゃねえの。ダメージ与えれねえやつじゃねえの、これ。そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。うん。ガッツをためなかねえな。あと、どうやって動かすんやったかな。あ、R か。R か。あ、こんな感じか、こんな感じか。あ、ちょっと待って、持ち気やめて。みたいな。ヒップアタック、オールオッケー。5のダメージ。どうしよう、5のダメージしか当てる。いってー、16結構強いな。いけ、かぐびつき14。お、結構やるやん。あー、モンスターやめて。ちょっと離れたいけど、やめてー、強えー。強えよ。うん、ちょっとガチためよう。ほいほい、おい、あ、意味不明やめて。オーケーオーケーオーケー、なんだよくたよくた、かぐびつき、オーケー、当てる。9のダメージきついねこれ。ほい、ああ、俺の攻撃が通ってね。当てろ、よし当てろ。ああ、これ負けたんじゃねえ。やっ、あと 1% か。最後の鎌首突きが当たってりゃ勝っとったねこれ。いやー、つらいつらい。てか攻撃力ないってめっちゃつらいんやけど。あー、懐かしいなー。ハリキックスも強いからな。オクレイマン絶対硬いやろあいつ。うーん、ハリキックス勝つね。ナッツとロンダ、あ、ロンターね。ナッツはあの回避高いやつじゃなかったっけ。よっしゃ、オクレイマン行くぜ。ミドタに指示を出す。カツノさんも頑張ってねみたいな。よっしゃ、俺はいつでも全力投球やで。行くで。そもそもこれ、あ、でもそんなに強くね。成仏81、89、似たような、でも力強えな、これ。あー、まずいな、これ。この離れた、こう、相手の3つ目に、マハバンチやってくれたらいいかな、38%やから、当たらない。うわー、強え。これ、勝てねえわ。意味不明とかなっとうし。余計ロイ、痛い。痛え、これ。まあ、これはしゃあない、しゃあない。いくぞ、落ち着いていくぞ。鎌首突き、うわ、避けられる、61%。もう一丁、鎌首突き。なんで避けんねん。ほら、9しかダメージ与えれん。どうしよう。ああ、つらい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 。ほら、鎌首突き、うわ、めっちゃ避けるやん。しゃあ、意味不明になってる。当てろ。おい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 、まあ、いいよ。あ、ちょっと待って、闘魂張り手、痛い。ほら、やり返す。オーケー。もうちょっと力が必要やな、こいつには。
やめてー、ぐーへぁ、ぐーうわ、ジューとかやめてー、KO。 マジかよ、つら。あー、こういうね、うん、虐げられる戦いね、これ。まあ、そら負けるわな、これ。力強えもん、相手。強えもん。お、クレイマン選手、見事勝ちました。的な。いやー、これ、一勝したい。一矢報いたいな。ロンターも結構強いんかな？ナッツ。ナッツには勝ちたい。よっしゃ、行くぜ。指示を出すぜ。ユノムールも2勝しとるんか。こっから負けなしでいかなあかんやん。だからロンター強いからな。たたたたた、賢さ技が持っとるんか。あ、ほんまや、賢さ技持ってる。なんか、つばはけみたいなの持ってるやん、あいつ。近づいて、鎌首突き。はい、オゲイ。いや、ダメージがねえ。どうしよう、ダメージがねえ。あー、意味不明だと。大丈夫、大丈夫、大丈夫やな。相手のガッツ、たまるの早えな。痛い。痛い。痛いよ。俺も丸腰しとんやからさ。痛えっつってんだろ。俺らヒップアタックじゃ、なんだ。痛い、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 痛い。ちょっと待って。コントローラー1のバッテリー残量が少なくなってますって、出てますよ。ほら、やったれ。結構いくやないか。ヒップ、87% 外すかね。痛い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 し。ほら、もう。もうこれは、やり合いや。合戦や、合戦。鎌首突き。ほら。いいよ。痛い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 。全然こっち避けへんねんけど。つば吐きマジでやめてほしい。よし、いける。当てろ。もう一丁。当てろ。あー、避けられたー。いやー、これ負けやわ。ちょっと待てよ。負けたんだよ。俺は負けたんだよ。もう一勝したいな、一勝。一勝したらなんか変わるかもしれんぞ。全敗とかマジでやめてほしいわ。よっしゃ。じゃあちょっとね、充電しましょう。充電するぜ。ロンター選手、見事勝ちました。そりゃ勝つやろ。俺より強いんやから。よし、完了。ハリキックスとナッツ戦。いやー、ナッツ強えわ。どうしよう。ナッツ勝てるかな。回避高そうやな。オクレイマンは攻撃力高かったからな。しゃ、指示出すぜ。一勝するぜ。一勝したいぜ。マジで一勝はしたいな、これ。たたたーん。ライフあるから、おあいつ3つ目しかないやん。近づけ、近づけ。近づけ、近づけ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。その距離、その距離、その距離や。その距離。あ、ちょっと、ちょ。よっしゃ、いけい。オッケー、やめた。8。マジか。8とかやめて。うわー、おならよけてなーい。くっせえやつやってくんな、お前。ガッツのたまりが遅いな。よっしゃ、鎌首突き。いいよ、ナッツには勝てるよ。やめてー、くっせーよ。おっしゃ、ヒップアタック。相手も意味不明になってくれるからラッキーかな。よっしゃ、 KO いけるぞ。当てろ。オッケー。10、あと14。よし、いける。当てろ。7、あと7。痛い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 。おならやめい。あー、意味不明。あ、そこじゃない、そこはダメなんや。よっしゃ、 KO いけるぞ。意味不明い。まあいいか。よっしゃ、初めて勝ったで。ナッツやけど初めて勝ったで、俺。てか、これナッツによう、あいつら負けたな。タイムアップ。みたいな。ちょっと待て。コントローラーが外れと。はい、オッケー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 。ワン。Yeah, one. I wanna one. え？伝わる伝わる今の。ちょっと勝ちを表現したかった。いやー、一矢報いた。よかったよかった。でも最下位だけは嫌やな。よっしゃ、ユノムール。いいね。ユノムールやったれ、もっと。ハリキックスか。よっしゃ、行くぜ。指示出すぜ。負けは決まってても指示は出すぜ。いやー、でもなかなか辛い戦いやったな。公式戦じゃなくて、ランク E で、このやられるようやからな。いやー、ハリキックス強いからな。
ガツサメよ。うわーやめてー。いや意味不明納豆。強いよ。よっしゃいけ。OK いいよ。11ダメージ。負けてない。よし、ガツサメよ。よし、近づこうぜ。ヒットアタック、オッケー。3? マジか、お前。お前、そんだけしかダメージ与えれへん。よっしゃ、鎌釘突き。4。よっしゃ、あー、こっちも意味不明。よっしゃ、よけた。84%。意味不明ないやー。ははっ。辛いよー。ほら、オッケー。12。あー、意味不明になってる。あー、大丈夫だ。離れてくれた。よっしゃ、行くぜ。痛い。あの尻尾打ち強えな。しかま首突き。あー、避けられる。もう一丁。丸連打。あー、意味不明。あー、これ連打せん方がいいんかな。痛い。ハーリキックス強し。めっちゃ強えわ。一生しかできひんっていうね。まあ、これ苦い初陣っていうやつかな。ハリキックス選手、見事勝ちました。優勝は誰になるんかな。ナッツ勝つんか。マジであいつに勝っちゃう。じゃあ俺あいつに遅れ前に勝てるんじゃねえの。お、これ優勝決定戦でしたね。どっちが勝つ。ユノムール、やるね。ユノムール選手、見事勝ちました。強いね。なかなか強いじゃないの、ユノムール選手。もうすっ飛ばしてくれへんかな。一瞬、はい、これが今大会の成績だよ。お、やった、50円。じゃがいももどき5回分。うわ、人気は変わらずってところね。まあこれが、戦いの世界や。こんなもんやろ。いや、もうちょい力欲しいな。力ないとどうしようもねえわ。もうちょっと上がってくれたんや。てか修行行かしてくれ、修行。ナウローディング、ちょっと技も覚えたら変わるやろ。そう、技はね、修行で覚えるしかないんですよね。残念な結果で。でもミドさんよく頑張ったんだから励ましてあげよう。イエス、喜んでるみたい。さあ次の大会で頑張るぜ。ミドタンにはジャガイモもどきかな。これでいいんだね。イエス、いいさ。はい、ちゃんと食べてね。ジャガイモもどき多分好きなんやろ。そう信じてジャガイモもどきをあげまくる。ストレスを溜まってみたいね。気をつけてあげないと。ミドタンもだいぶ疲れてみたい。休ませてあげようよ。はい。ということで、今回はちょっとここまでにしたいと思います。まあ、苦い初戦になったんやけど、まあね、このミドタン、もっとね、これから成長していくというもので、よろしくお願いします。ありがとうございました。